疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、あのついに、はい、ラグビーの決勝戦が、はい、終わったようで、はい、どっちが勝ったんですか、ナミさん。南アフリカが勝ちました。おめでとうございます。おめでとうございます。ってことは、まあ日本はね、まあ、優勝国に負けたっていうことですか。いや、もう準決勝まで行ってれば分からなかった。まあそうですね。まあまあね、行ってればね。強かったですよね。強かったですね。まあでもね、このワールドカップを通じて、ラグビーの楽しさをすごい教えてもらった。いや、本当そう思いますね。これまではね、そんなに詳しくもなかったですし、それもこれもやっぱり日本代表の頑張りのおかげかなと。いや、本当にそうですよね。おっしゃる通りですね。熱くなれたなっていう気はしますけどね。まあちょっとラグビーがね、終わってしまいましたけども、はい、今なんか最近結構スポーツいろいろやってますよね。でもいや、まあ秋はずっとね、世界陸上あり、あ、そうですね、バレーあり、体操もあり、野球もあり、野球も今やってますしね。今のは何でしたっけ、野球。プレミア12。そう、あれどういうこと。何それ。いや、詳しくわかんないです。なんかあの日本代表みたいな感じ。日本代表で。そうですよね。多分12カ国でやってるんじゃないですかね。頑張ってるわけですね。はい。まあ、あとはもうあれじゃないですか、来年のオリンピック。オリンピックですね。で、まあ、マラソンのね、候補地で札幌になるかどうかって、ね、まあ、札幌に なったみたいですよね。そうそうそう。今日そういやお客さんが言ってました。それを残念だっつって。なんでですか。東京だったら、もう行こうと思ってたと。あ、まあ、チケット自体はないんだけど、その近くまでなんかね、沿道で応援できたんですかね。そじゃないかって言ってたんですよね。まあ、ね、近くのホテルも満室だったりとか、居酒屋さんもなんか予約が入ってるとかってテレビでねやってたけど、じゃあ大変ね。そう、だから残念ながらちょっと札幌ってなると行きづらいなっていう話をしてましたけどね。まあ、ただあとね、マラソンはね、はい、日本代表が3枠のうちもう1枠がまだ決まってないと。ああ、そうなんですね。で、この1枠をめぐって、これから選考レースが3つあるかな。その3つで決まると。この最後の3枚目の代表の切符を争うっていうのもすごい見どころ満載なので。そうなんですね。あるかな。まあね、楽しみなことはいっぱいあるってことですかね。そうですね。ね、オリンピックもあのチケット外れたんで、もういいや。一時。抽選ね、一旦ね、はいはい、あれもう外れたんで、もういいや、テレビ、もうテレビ観戦ですよ、ええ、テレビ観戦、ええ、そうしましょう。そうします、ちょっといいテレビ買おうかなと。そう、オリンピックに向けてね、ええ、いいかもしれないですよ。はい、じゃあね、ラグビーは終わったけども、次はまたね、まあ、オリンピック、まあ、いろいろあると思うんですけど、はい、日本を応援して、はい、行きましょう。はい、はい、ということで今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。